最近、隣の国韓国といろいろトラブっております。マレー座礁者の問題とか、あるいは徴用工の問題とか、まあ、ともかく国際ルールを守らないと、国と国との約束を守らないと、まあ、あれだけ礼儀をまかないない連中、こういう人たちとですね、本当に我々付き合わなきゃいけないのかというふうに思ってしまいます。で、政府は、入管法を改正して、そして労働者を、外国人をいっぱい入れるんだと言っておりますが、確かにそうすれば GDP 増えるかもしれない、あるいは人手不足、まあ人手不足を補うったって、まあ、それは無理でしょうけど、まあ、でもいろいろ言われてるからどんどん入れるんだと、ということで、改正入管法が成立したわけなんですけども、まあ、それをよく見てみると、まあ、そこで入れようとしている業種がですね、本当に、まあ、日本の経済を引っ張ってくれるような、そういう業種、まあ、AI とかね、あるいは、まあ、最先端の、まあ、科学、あるいは技術という、まあ、日本をこれから引っ張ってくれるような人を入れてくるんだと、いくらでも入れたらいいと思うんですが、そうじゃなくて底辺の貧乏な人たち、労働生産性が低い、業種の人たちを入れようと言うんですね。まあ、これは最新聞のデータですが、入れようとしているのは外食産業とか、ミルクリーニング業、介護業、農業、宿泊業、まあ、特に労働生産性が低い分野でこれを入れてですね、なんとか持たそう、まあ、労働生産性低いというところは本来ならば労働生産性を高めるという努力をするべきなんですね。あるいは、潰れちゃうかもしれない、ね、後継者がいないから潰れちゃうかもしれない、そういう企業、まあ、中小企業が多いでしょうけども、まあ、そういう企業に、まあ、安い賃金で、まあ、奴隷のことが働いてくれと、そうすれば助かるんだと、まあ、言ってみればゾンビ企業ですよね、そういうのを助けようと、こういう努力をしていたら、いつまでたっても日本は、まあ、豊かにならないわけでありまして、まあ、そういう人手が足りないのであれば、まあ、本当に力がある企業であれば、給料を上げて、募集すれば人はいくらでも集まるということなんですよね。で、給料を上げられないというような、まあ、言ってみれば出来の悪い企業、ね、こういうのを残そうとする努力が本当にいいのかと。ですから、そうじゃなくて、まあ、労働生産性を上げるためにいろいろ設備を導入して、そして高い給料で、存続させると。それで、そういう余裕があるところだけ残せばいいわけで、そういうふうに、労働者を移動しない限りですね、日本は豊かにならない。まあ、私がいつも言ってるのは、労働はロボットに、人間は貴族にという、まあ、こういう豊かな社会を作る、こういうもの作るためにはどうしても不可欠なのは、まあ、効率の悪いところはもう畳んじゃって引き上げて、そして、もっと効率のいいところに人を移動させると、これをやらない限り、まあ、日本は豊かにならないということなんですが、この政府の方針というのはこれと真っ向から反する。しかもですね、民族間の争いというのは本当に大変なわけですよね。韓国があれだけ、
イチャモンつけてくれるとね。こういうのを、ま、あの国内まで入れて、そしてトラブルばっかり派生させるという、これがいいのかどうかということなんですよね。まああんまり行儀が悪い、国民民族入れるなとね。そのそうじゃなくてですね、韓国人でもそのレベルの高い能力のある人たちは、それはそういう行儀の悪いことをやらないね。だから日本を助けてくれると、そういう人たちを入れるんだったらいいんだけど、底辺の人たちを入れようというのはやめた方がいいというのが私の意見ですね。例えば飲食業、これ、まあ、非常に生産性が低いと。で、まあ、いい条件で求人できないんだったらもうやめてしまえっていうのが私の考え、それは乱暴だというかもしれませんが、そういうふうにしないとですね、いつまでたっても悪条件、低賃金で、まあ、酷使されると、そういうのをずっと続けてるんですかということになるわけで、まあ、そもそも個人店舗っていうのは減少傾向にあるわけで、人手不足で畳む、まあ、個人店っていうのはいっぱいあると。ところが、それに対してチェーン企業がシェアを拡大しているということなんですね。で、できるだけ、その、好条件で働かせるためにはですね、営業時間を短縮したり、あるいは、接客用ロボットを導入したり、あるいはタッチパネル式に注文システムをすると、あるいは食材を一括購入して、原材料の費用を抑制すると、あるいは地場生産者との連携による調達安定化をするし、物流拠点の集約で物流の効率化をすると。こういうのはですね、大手チェーン企業だとできると。で、こういうところが、効率化を図って、伸びていくということであれば、それでいいじゃないかという、消費者にとってみれば、それは、個人店であろうと、あるいはこういうチェーン店であろうと、それ構わないじゃないか。もう個人店でも本当に立派なところはね、ちゃんとやっていきますし、そういうところは、いい条件で求人できるわけですから、それはそれでいいと。で、それに加えて、ね、弁当や惣菜等を扱う中食市場ですね。こういうのも拡大してますから、まあ、消費者はそんなに困らないだろうと。MIA で、M&A で、規模も拡大するし、エリア拡大が進んでいると。で、レストランもテイクアウトが、とか、宅配を行うわけで、将来は、まあ、自動運転も入ってきて、宅配もできるようになるだろうと。まあ、こういう合理化、自動化を進めていって、人を大切に使うと。それを図っていけば、そしてそのための投資を政府がお手伝いすれば、まあ、立派にやっていけるんじゃないかということですね。中食規模っていうのはどんどん拡大しております。ですからレストラン行って食べなくても自宅で食べることもできると。あと、まあ、農業についても言えば、ね、農業っていうのは極端に生産性が低いということなんですね。で、農業に人手不足だと。まあ、若い人が入ってくれないと。だから、まあ、労働条件悪いですから。ですから、若い人が農業をやろうとしないと。そうすると、辞めざるを得ないという。だから、外国人を入れるんだという、その政策がですね、本当にいいんでしょうかということですね。減反政策、やってるわけです。で、まあ、減反政策どうしてやるかというと、米の生産量が多すぎるわけですね。この生産量が多すぎるということは、まあ、言ってみれば、農家が多すぎると言ったらいいですね。裏返せば農家が多すぎる。
だから生産調整をやれとね、お米を作らなければお金がもらえると、そういうシステムに決まったと。でそれでいいんだというのであればですね、生産調整どんな分野でも他の分野でも、まあ、生産を調整すればお金もらえるんです、国からお金もらえるのかというと、そんなことはない。農業だけなんですね。なぜ農業だけをこういう特別扱いするのかという問題が出てきます。ところがですね、表向き減反政策廃止したと、これ2018年より廃止したと主張するんですね。で、まあ、表向きなんで、実際はどういうことかというと、主食用の米を生産するのじゃなくて、飼料用米を生産した方が、まあ、補助金で儲かるようにしたんですね。そうしたら、じゃあ、飼料用を作ろうと。で、本来飼料用の米っていうのはですね、主食の米の10分の1の価値しかないんです、値段がね。まあ、そういうの、価値がないものを作ればお金がいっぱいもらえるというのであれば、みんなそっち作りますよね。でね、本当にね、その、あらゆる分野でそうするんだったらいいですよ。生産業。本当に皆さん一生懸命、いや、仕事してるんですから。価値がないものを作れば政府からいっぱいお金もらえるというようなシステムにしてしまったら、それは他の、まあ、製造業めちゃくちゃになりますよね。こういう補助金を出さないと主食用米の生産が過剰になる。過剰、まだですから、これも事実上の減反政策なわけで、実際は、ですから農業人が余ってる。米が余ってるってことは、人が余ってるということなんで、それなのにどうしてそういう価値のない、ものを作るために、外国人、貧乏な外国人を、入れて、そして、まあ、奴隷の方が働かせると。ね。悪い条件で働かせる。こんなことやっていいのかと。ね。いうふうに思います。ですから、ね。むしろ、その、もうやっていけないというんだったらやめてもらえばいいわけで、米の需給ですけども、まあ、全体の需給、まあ、どんどん下がってる、なんですよね。で、まあ、政府は在庫を置いてるということなわけです。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか、川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村浩雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは、前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員、月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて、すべてご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。